皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はダイエットの時におすすめの有酸素運動のやり方解説させていただきます。ここまでね、いろいろダイエットと有酸素運動に関する動画を出させていただきましたけども、それらの動画を踏まえて、じゃあどういうやり方で有酸素運動を取り入れるのが一番おすすめなのかというね、まあ私なりのね考えを解説させていただければなと思います。まあそもそもですね、有酸素運動はダイエットするときに必須なのかどうかっていうところから解説をさせていただくんですけども、必ずしもね、有酸素運動は必須であるというわけではありません。ダイエット、体重の増減っていうのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。なので有酸素運動をやらなくても、その分しっかり食事を抑えてですね、摂取カロリーを制限してあげれば体重はしっかり落ちていく、体脂肪も燃えてくれるわけなんですね。逆を言うと、有酸素運動を頑張ってやっても消費する以上に食べてしまったら体脂肪は落ちてくれない、体重が増えていってしまう、そういうことになってしまうので、有酸素運動をやるかどうかっていうのは、まあ直接的にね、体脂肪を燃やすかどうか、ダイエットできるかどうかっていうところに関わってるわけではないよっていうことはしっかり覚えておいてください。なので必ずしも有酸素運動をダイエット中にやる必要はないんですけども、まあ時間があってね、よりね、空いた時間でカロリーを消費していきたい、ダイエットを加速させていきたいっていうことであれば、有酸素運動を取り入れていただいてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ実際に有酸素運動を取り入れる際にどういうやり方をしたらいいかということなんですけども、私がおすすめするのは、朝起きた直後にゆっくりウォーキングしていただく、リラックスしながらゆっくり20分から30分ぐらいのウォーキングをしていただく、これがおすすめです。消費カロリーだけ見ると、ゆっくりと 2,30 分ウォーキングするぐらいだと大してね、カロリーは消費できません。ですけども、以前の動画でお話ししましたけども、体の内分泌系の影響で、朝起きた直後にリラックスした状態でゆっくりねウォーキングしていただく、有酸素運動をしていただくことで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える、そういう効果が期待できるんじゃないかなと私は考えています。まあ科学的な根拠があるわけではないので、参考程度に聞いといてほしいなっていうぐらいのものなんですけども、まあなので、まあウォーキングじゃなくてもエアロバイク漕いでいただいたりとか、トレッドミル、ランニングマシンねで歩いていただくとか、そんなんでもいいんですけども、朝起きた直後に 2,30 分ですね、こうリラックスして軽く有酸素運動していただく、こう眠気を覚ましながらね、軽く有酸素運動していただくのが、ダイエット中の有酸素運動のやり方としては個人的におすすめです。ということでね、ぜひ参考にしてください。ということで、この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE の方でお得な情報を配信しておりますので、ぜひね、概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて、登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。